ココアートチャンネルへ。今日もご覧いただきありがとうございます。はい、今日は初めての DIY 企画です。イエーイ。もうずいぶん前のブログ記事になるんですけれども、いまだにたくさんのアクセスをいただいて、お問い合わせとかもホームページに届いているので、今日は DIY のことをちょっとお伝えしようと思っています。始める前に一つだけ皆さんにお願いがあります。いつも作品で使っているテクニックを DIY にも応用しています。どうか DIY をされるときは、お家の換気を良くしたりするとか、怪我のないようにしてください。それから仕上がりも、それぞれ違うと思います。どうぞ自己責任で行ってください。皆さん、ブリックレンガとかブリックタイルってご存知でしょうか？カフェとか雑貨屋さんとか、最近では住宅にも使われているところがたくさんあるんですけれども、本物のブリックタイルとはこんな感じです。まあ、この動画をお伝えしているのは私の自宅兼アトリエでお伝えしているんですけれども、ここに引っ越した時、この建物は築40年でした。いろいろなところに襖とか障子があったんですけれども、もちろん襖っていうのはすごい軽い素材なので、本物の重いブリックレンガをつけてしまうとちょっといろいろ問題が出てきそうなので、私なりになんかお金をかけずになんかできる方法ないかなと思っていろいろ模索したのが段ボールのブリックレンガでした。今日はその方法をちょっとご紹介したいと思います。はい、それでは材料の説明です。こちらです。じゃん。木工用ボンドと新聞紙と段ボール、そしてカッターナイフとかハサミがあればレンガ自体はできます。動画よりも以前書いたブログの画像の方が説明しやすいので、ちょっとそちらで説明していきましょう。はい、それでは段ボールをこのようにブリックレンガの形にカットしてください。大小様々、いろいろな形があると使いやすいです。新聞をこのようにくしゃっとしっかりしわを寄せる感じで準備します。段ボールには木工用ボンドを塗ってください。はい、そしてこれは包んでいくところです。あまりせっかく作ったシワを伸ばさずにふわっと軽く乗せてください。角をこのように切ると包みやすいです。段ボールの裏はこのように露出させる方が後々貼りやすいです。このぐらいのシワ感の方が一番色を塗った時にいい感じになります。角は机でトントンと叩いて丸くするとブリックレンガっぽくなります。はい、そしていよいよ作ったものを襖に貼り付けていきます。シワ感が足りないなと思ったら、もう一度木工用ボンドを塗ってふわっとティッシュペーパーを貼ってください。あまりペタッとつけずにふわっとです。いよいよ色をつけていきます。私はベースにこのように水色を塗りましたけれども、あまり気にしないでお好きな色をお好きなように楽しんで塗ってください。これ最後の写真なんですけれども、あまりペタッとならずにこういうかすれた感じで塗るといい感じになります。余分なペンキをいらない段ボールでふわふわっと落として塗るといい感じ。はい、それでは目地を埋めていきます。作った方もいらっしゃると思うんですけれども、子供の時にトイレットペーパーを水のりで混ぜたトイレットペーパー粘土、懐かしいですよね。それを埋めていきます。またはもし珪藻土とか漆喰が家にある方は、それを100円均一とかで売ってる生クリームを絞るホイッパーに入れて、このように絞って埋めていってもいい感じになります。はい、ちょっと早口でお伝えしましたが、これが完成形です。またちょっとわからない方はブログをご覧ください。はい、今でもこんな感じで襖に使っています。もう本当に襖だったことが信じられないような、端っこの方に龍がいるのも気づかれましたでしょうか。ぜひよかったらお試しください。段ボールでできているのでとっても軽いので、押し入れの扉なんかにしてもいいんじゃないかなって思います。今日お伝えした段ボールでブリックレンガ DIY の記事はアメーバブログにも掲載しております。概要欄にリンクを貼っておきますので、よろしかったらご覧ください。ココアートチャンネル、次更新したらいち早くお知らせしたいので、ぜひチャンネル登録お願いします。パソコンの方は画面のチャンネル登録ボタンでも結構です。この斜め下の赤いチャンネル登録ボタンでも大丈夫です。詳しくは概要欄をご覧ください。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。